最終予選の影の MVP といっても過言であります秋田豊選手においでいただきました。秋田秋元おめでとうございます。偉い。そして早速ですけど元日のねアントラーズ天皇杯優勝おめでとうございます。ありがとうございます。本当に今年もいい年になりそうですね。しなきゃいけないですね。しなきゃいけないということで本当に幸先のいい最高のスタートを切ったということなんですけれども、まず今日は生放送で皆さんと一緒にフランスのワールドカップで日本が勝つためにはどうすればいいのか、時間の許す限り皆さんと一緒に考えていきたいと思いますが、それを始める前にこの方からメッセージが届いています。日本のミュージックシーンの最先端を行く TK こと小室哲哉がフランスのナンバーワンキーボード奏者ジャン・ミシェル・ジャールとジョイントしてワールドカップ公式アルバムの中の1曲を担当することになった。そんな世界の小室からのメッセージだ。サッカーの選手の人もとにかくみんな音楽好きっていうのは間違いないので、まずサッカーのファンの方たちの生活に合った今の音を作りたいなとは思っていますね。もちろんあの決勝に行ってくれたらもうこれ以上嬉しいことはないですし、うん、僕もやっぱりあのその会場で演奏できるかどうかっていうのは今まだわからないんですね。やっぱり日本チームの頑張ってくれるそのポジションにもよると思うんですよね、すごくね。なので気持ち的には非常に似ているところがあって、なんとなくお互い頑張れたらいいなっていう気持ちは持ってるんですけれども、まあ、とにかくそれよりもやっぱりワールドカップで当たり前なんですが、あの選手の皆さんが頑張ってくれる、少しでも応援できれば応援になればいいなと。小室さんはワールドカップの公式アルバムの中の1曲を担当されるということなんですけれども、あのメインの競技場にはワールドカップ準決勝まで勝ち進まないとそのメインのピッチには立てないということなんですけれども、まあ、そこで演奏できればいいなと小室さんおっしゃっていたんですが、まずはどんな曲になるか非常に楽しみにしています。それではお待たせいたしました、本日のゲストをご紹介しましょう。日本サッカー界のご意見番セルジオ越後さんです。よろしくお願いします。そしてセレッソ大阪監督松木安太郎さん、明けましておめでとうございます。正式にはご就任は2月からということなんですか。まだ契約しておりませんので、いつどうなるか分かりませんけど一応そのつもりで、はい、じゃあ監督の目からもいろいろよろしくお願いいたします。そして雑誌ナンバーを中心にご活躍のフリーサッカージャーナリスト、最終予選に関する記事をサッカーファンなら読んだ方も多いはず、金子達人さんです。どうぞ。だなと思われる方も多いかと思いますけど、そしてもうどっぷりサッカーにハマってしまったとおっしゃる宇治木剛さんです。おかげです。おかげです。そしてゲストこう一点大石めぐみさんです。よろしくお願いします。さて今日はですね、テレビをご覧の皆様にもファクシミリでご意見をどんどんお寄せいただきたいと思います。生放送ですのでね、テーマは日本がワールドカップまでには何をするべき、そして日本が予選を突破する可能性は何パーセントかです。番号は東京03-5571-9933 03-5571-9933 です。ぜひともあなたの意見をお聞かせいただきたいと思っております。さらに今日はですね、もうフランス初勝利の前祝いも兼ねまして、フランス料理の大御所ラ・ロシェルの酒井宏行シェフにですね、よろしくお願いします。日本が試合を行うフランスのそれぞれの都市の郷土料理、これをご披露いただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは一旦お知らせをご覧ください。この放送はいすゞ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りします。選手を切るのが仕事です。11人以外の選手を切らなきゃいけない、また代表から外さなきゃいけない、何人も切って親から恨まれて奥さんから睨まれて、じゃあかわいそうだからこうしようかと、そういうことをしてると第一の目的である勝つということができません。日本のチームのレベルが
世界においてどのレベルかと、もし ABCD と4段階あるとすればおそらく D です。客観的に冷静に判断すれば下の部類に入ると思いますが、私は一次予選を突破する可能性を信じております。セルジオさん、今頃岡田監督メンバーどうしようかって悩んでらっしゃるかと思うんですけどもね、ワールドカップを戦う選手の必要な条件というのはどういうことになるんでしょうか。あんまりこう化け物っていう大会じゃないということを自覚持つということじゃないかなと思うんですね。やっぱり世界の仲間に入ったんだということはそこにこう戦いに行く権利もあるし平等であるっていうそういう気持ちをやっぱり持つのが一番大切じゃないかなと。怖がっていってならないじゃないかなと思いますね、はい。さて日本代表初戦の相手は注目のアルゼンチン戦なんですが、6月14日フランスのトゥールーズで行われます。ワールドカップを開催する9都市の中で最も刺激的と言っても過言ではないトゥールーズ。美しい街はバラ色の街と呼ばれるほど古い建物には独特の情緒があります。舞台となるムニシパルは1947年に自転車競技場として建設され、ラグビーの試合にもよく使用されました。今回スタジアムの4分の3を改装し、ワールドカップ開催に向け準備万端です。トゥールーズの6月の気候ですが、降水量は日本の3分の1、気温はほぼ同じで、日本代表には過ごしやすい気候になっています。ということで、トゥールーズの伝統的なお料理を酒井シェフに作っていただいたんですけど、今もうセッティングが終わりましたけど、酒井さんどうぞこちらにお越しください。はい、どうも今日はありがとうございます。こちらがトゥールーズ料理ということなんですね。もうトゥールーズといえばカスレーといって豆の煮込んだものが有名なんですよ。でじっくり煮込んで、あと鴨のコンフィとか、一緒に食べるんですけども、今日はあえてフォアグラをつけてみました。皮をつけてもらおうと思います。はい、皆さんどうぞ、はい、フランスお食フォアグラはこれだと思います。どんなピッチ、いただきます。はい、豆料理が有名ということなんですね。そうですね、豆。やはりこれフランス応援に行こうと思っている方も多いかと思いますので、ぜひ今日の料理を参考になさっていただきたいなと思います。大石さんどうですか。すごくさっぱりしてますね、見た目よりも。そうですね、トマトで煮込んでありますから。はい、あ、そうですね。なってるね、もうなんかもうなんだもう気持ちがこっち行っちゃうわ。秋田さんもやっぱりこれをどんどん食べて、まず自分の土俵に胃を持っていくっていうのがいいんじゃないかと思いますけど。そうですね、どうですか。そんな急にね、あ、ごめんなさい、見られても困りますね。そうですね、じゃあ召し上がってください。はい、やはり皆さんフランス料理といえばワインかなと思うんですけども、今日はですねフランス産のワインではございません、アルゼンチン産のワインをご用意いたしました。アルゼンチンを飲み干して景気をつけようじゃないかということで、じゃあ皆さん一気にどうぞ飲み干してください。それでアルゼンチン撃退間違いなしと。アルゼンチンワイン、秋田さん渋いか、ちょっと飲みにくいですね。そうですか、うまい、うまい、なかなか強敵かなと。ワールドカップ常連国アルゼンチン、サッカーを語ることが人生の最大の喜びとなる国に大ピンチが訪れた。マラドーナ王国の崩壊である。チーム再建は世代交代とアルゼンチンサッカーを欧州スタイルに変えるものであった。ポストマラドーナの滑り出しは決して順調とは言えなかったが、それを支えたのはアトランタオリンピック銀メダル組の若手選手たちであった。特にミッドフィールダーオルテガは代表22人枠の中で現在指名を受けているただ一人の選手である。しかしスタイルを変えても変わらないのは正確か。優勝しないと納得しない国民は必然的に選手を激しいプレーに駆り立てる。新チームを指揮するのはカイゼル・アルヘンティーナーと呼ばれた男パサレラである。彼は徹底した管理主義で選手に規律とプロとしてのモラルを求めた。前代表からの世界的フォワードバティストゥーターも自慢の挑発をバッサリ切り落とした。優勝候補アルゼンチンに隙があるとすれば初戦である。セルジオさんの母国ブラジルのお隣アルゼンチンということで事情お詳しいかと思うんですけど、アルゼンチンでは神が我々に手を差し伸べたなんて、なんか日本完全に舐められているなという感じもするんですが、そんなに歯が立たない相手なんですかね。まあサッカーどころとしてアルゼンチンの、ね、世界 の, その今のレベルその伝統から言ったら、まあ、当然サッカー関係者は、はい、日本ジャマイカが
履いた組は楽だっていうね、うん、そういう気持ちは当然持ってるじゃないかなと思いますね。はい、それほどのやはり強敵であることは間違いないという。間違いないですね。はい、松木さん、はい、どういうところが一番強い。やっぱ経験豊富なチームだっていうことじゃないでしょうかね。でいろんな国で本当トップレベルで戦ってる選手がパッと集まってくるわけですから、うん、これはもう日本のチームにとっては大変だと思いますよ。まあ、優勝経験が2回あるチームということなんですが、じゃあ松木さんだったらこういうメンバーでアルゼンチン戦臨むぞというメンバーをちょっと見せていただけますか。一応基本的に考えたことはですね、はい、もうこのゲームは引き分け狙いでいいと。引き分け狙いでいい。でうまくいけばどっかで1点取ってですね、逃げ切れたら勝ちを取れるかなといったメンバーです。うん、特にここがというのは。そうですね、やっぱり僕中盤と、まあ、前線とですね、はい、ディフェンスをもう分けたんですね。はい、で中盤はもうこの試合はもうほとんどいらないだろうと。むしろしっかり守ってで攻撃に出ていくと。でやっぱりポイントキープレーヤーとすればやっぱ秋田君でしょうね。秋田君の攻撃力、ディフェンスだけではないあのフリーキックね、ここでやっぱり取れるという、こういう強い選手をね、強くて運動量の豊富な選手を後ろに集めて、そして前線はまあ将来も考えて2002年のことも考えて、まあいろいろ入れましたけども、柳沢とかね、でこの裏にラモスとかやりやすかくしてやっぱり中盤が作れない時にラモスが出てくる。どっちが2002年よ。あ、こっちはないですよ。で金子さんだったらどうですか、アルゼンチン戦。あの考え方は同じです。ただセレッソの選手がやけに多いかなと。モリシと西澤、いや、いい選手じゃないですか。そうですね、はい、もうこの2人はもう来シーズンは活躍しますよ。まあいいですよ、どうでもね。清浄さんはこのメンバーだとどうですか。まあ、今さっき岡田監督 の記者会見聞いたら、仕事は人を切ることですから、ちょっと変えるんじゃないですか、これを。かなり、うん、だから僕はあの相手が何するかって見えますから、うん、絶対勝ちに来ると思うんですよ、相手がね、うんうんうん、だから見える相手と戦うっていうのはある程度の計算できるから、うん、そんなに精神的には難しくないじゃないかなと思うんです。日本は気楽じゃないかなと思うんですね、戦うのね、うんうん、一番頭痛むのはアルゼンチンじゃないかなっていう感じはするんですけど、ね、うん、なんとなくそう考えると突破口が見えなくもないなという気がしますね。だから、まあ、守りを中心って言ってもその怖がった守りじゃなくて、いかに早い逆襲ができる選手を起用するかしないかということじゃないですか、うんうん、森島早いですね、はい、それもやっぱり点取れる選手ですね。ただこう逆襲してもやっぱり点取れる選手が欲しいですね。なるほど。それでは芸能界のサッカーサポーターの皆さんからも応援メッセージが届いています。ご覧ください。やっぱり野人ブームですね。もう犬より早いチーム最高ですね。とにかく日本勝ってとくれと、新しい選手がどんどん出てくるのもいいことですね。僕らのマラソンの時もそうですがね、頑張れしかないんですよね、応援する言葉が。日本語にはね、 You can do it、 できる、君ならやれる、この言葉ですね。はい、 You can do it、 頑張ってください。世界の壁は厚いですけどね、次回のワールドカップの開催国なんでね、サッカー以外のことでこうごちゃ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 、ね、しないように一つね、明るく楽しくやっていただきたいと、思います。自分の国じゃない違う国に行って頑張るんですから、まあ絶対自分は大事は絶対に負けないって自信持って頑張ったらね、いいんじゃないですか。絶対に頑張ってください。岡ちゃんの言うことをしっかり聞いて岡ちゃんについてくださいね。頑張ってください。川島も心から応援しています。頑張って。このフランスのね、この気候、あるいは東京である今の冬の時の気候、その気候の中で自分がどれだけその気候にこの溶け込めるか、自分の味方にできるか、それがやっぱり自分をベストなコンディションに出すのに必要なんじゃないかなと思うよ。やっぱり出ることによってもう感動を与えてるんだから、あとはこの本当は勝ってどこまでも行ってほしいけども、やっぱ負けてもね、後からついてくる人たちに、あ、俺も行こう、我々もやろうっていうような気持ちを与えられるかどうかね。やっぱり日本っていうね、日の丸を背負っていくっていうものだけ意識して、あとは自分勝手にこうゲームしてほしい、それだけでいいと思う。うん、頑張ってください。今の青木さんの最後、自分勝手に、まあ、気楽に行けっていうのは
最終予選戦っててもそうだなと思われました？いや最終予選は思わないですけど、やっぱり本大会は特に思いますね。やっぱりプレッシャーが予選よりはないじゃないですか。その辺でやっぱり自分の持ち味っていうのがもっと出せるっていうふうに思うし、まあ僕自身としてはもう予選もマイペースやってたんですけど、やっぱりもっともっと本当に青木さんが言ったようにね、気楽にその自分の持ってるものを出せるようにやった方がいいと思いますね。もう本当最高のアピールの場ですもんね。そうですね、これ以上ないところですからね、さあ日本代表第2戦なんですが、6月の20日クロアチア戦はナントという町で行われます。大西洋からロワール川を遡ることおよそ50キロ。ナントは海と陸の交通を結ぶ要所として栄えた町、自治権を持っていたブルターニュ公領の首都でもあった。舞台となるラ・ボージョワールは曲線美が素晴らしいスタジアム。メインスタンドは世界的作家にちなんでジュール・ベルヌ・トリビューンと名付けられている。平均気温は 16.7 度とやや低めだが、湿度は 76% と日本とほぼ同じ。日本に有利となるか。ということで今度はナントの郷土料理、これは煮込み風ですけれども、酒井さん、はい、これはどういう料理ですか？本当はですね、こうブルターニュって非常にこうオマールとかカエルが美味しいところなんですけれども、それと内陸地はやっぱりこう豚肉がすごい有名なんですよ。で今日は牛の、こう胃をちょっとソースで煮込んで、これもまたスタミナをつけてもらおうと思って、はい、非常にこう長い時間煮込んだ料理なんですけども、はい、なんと胃なんですね。ありがとうございます。それはツールーズ。ツールーズは豆料理が有名、そしてこのなんとは煮込み料理っていうことなんです、ね、左だの焼肉屋さんで、大石さん、これはどんな感じですか？すごく煮込んであって、試合前とか食べても消化が良さそうで、そうですね、はい、うまいな、はい、いいな。さあ、それでは皆さん、先ほどはアルゼンチン産ワインでございましたが、今度はまたまたクロアチア産ワインという、そういうのがあるんだなと初めて知ったんですよね。一気にクロアチアも飲み干してください。あ、割れたぞ。美味しい。これは飲めるね。アルゼンチンはちょっと癖があったけど、こっちは飲める。これはいけそう。あ、飲み干してください。でも酔っ払わないようにお願いします。東欧のブラジルと言われたサッカー王国、旧ユーゴから分離独立したクロアチア。初出場とはいえ、実力はフランス大会のダークホースと言われる。その特徴は赤い個人技を基盤に攻めまくる猪突猛進の大型チームといえる。特にスペインリーグ得点王フォワードシュケルと爆発的突破力でチャンスを作り出すボクシッチの2トップは世界のトップレベルである。しかしストイコビッチのような感情が激しやすく、執拗に審判に抗議して自滅するタイプの選手が多いので、日本のチャンスはここから生まれる可能性がある。主力がベテランの域に近づいてはいるが、ちょっとしたミスでもすかさずつけ込む老快さと底力は日本の淡い希望を粉々にするかもしれない。まあ、東欧のブラジルとも言われているクロアチア、非常に強敵と言われているんですが、秋田さんは95年のキリンカップで一度対戦されてますね、はい、どんな感想でした？ボクシッチやボバンとかいなかったんでね、それほど攻撃力っていうのはあるようには思わなかったんですけど、でもやっぱり3人スーケルが入って、はい、3人が入るとやっぱり全然違うチームになると思いますね。じゃあ時のはもう参考にならないほど強い？あ、全然ならないと思いますね。そうです、ヨーロッパのサッカー事情にお詳しい金子さんはクロアチアっていうのはどんな特徴ですか？いや、もう本当に秋田君が今言ってたようにキリンカップでのクロアチア参考にならないと思います、うん、あともう一つ忘れちゃいけないのは、ツートップもちろん危険なんですけれど、左サイドバック、これは特別の本当にいい選手なんで、彼をどうやって封じるか、彼からツートップへのボールをいかにして立つかがキーポイントになるんじゃないかなと思いますけど。そこで金子さんだったらこういう布陣で臨むという、はい、書いていただきました。お、こ
これはなんかいろんな新顔の選手の名前も見えますけれども、いやこれクロアチア戦、対クロアチア戦ということに関して言うとキーパーソンはこれ服部君のつもりなんですね、はあ、ヤルニをいかにして服部君が抑えるかどうか、横浜フルーゲルスのいえジュビロ、あ、ごめん、失礼しました、はい、ジュビロ言わんため失礼しました。で全体のコンセプトとしては先ほど岡田さんのビデオでですね、監督は選手を切るのが仕事だと、はい、それはなぜかというと当然勝つためですよね、うん、で日本サッカー協会の仕事は何か、勝つために監督を切ることだと思うんです。うん、岡田さん本当によくやってくださいましたし、彼のおかげで最終戦を突破できたというのは事実だと思います。ただそれはそれとして、本大会で勝つために果たしてベストの人材なのかという議論がなされたか、なされた気配がないんですね。で監督に経験を積ませたいとということであれば、当然選手にも経験を積ませなければいけない、若い選手を多めに選んでいました。うん、藤木さん頷いてらっしゃいましたけれども、いや、だめ、そういうやっぱり金子みたいな意見をちゃんと言う人がいるっていうのは日本は本当に幸せですよ。うん、うん、やっぱりみんなで盛り上がってるのはいいんだけど、やっぱりその中で一個でもステップを上げていこうと思ったら、うん、やっぱ金子みたいに言うのは大変だけど、うん、やっぱ言ってくれるっていうのはね、すごい嬉しいですね。うん、ちょっとまたサポーターもこれで考えてね、秋田。はい。さあ、それではまあ、結論がいろいろ出ずにみんなでワイワイ言うところがまたこういう予想するところのまあ楽しさでもあるんですけれども、それでは選手の皆さんの決意の声も伺っていますのでご覧ください。でもあれから随分いろいろ変わったじゃないですか、周りが。周りは変わりましたよ、待遇いいですからね。目標はありますか。やっぱり中と、まあ、松江を入れるってことと、あと何ですかね、まあ、あとは駆け引きの動きを覚えるってことですかね。でもあんまり意識しないでいつも通り頑張ります、まあ、嬉しいっていうのと頑張らなきゃっていうのはどっちが大きいですか。嬉しいなっていう気持ちは全然ないですね今。そうですか。まあ本当今頑張らなきゃいけないと、うかうかしてられないという気持ちが非常に強いですね、はい、今周りの目が本当に永田選手の方にすごく集中していると思うんですけども、それに関してはうざったいです。期待の大きさということの裏返しでもあるんですけれども、やめてほしいですよ。いろんなことがありましたけど、でも前向きね考えて、まあどんなことあっても諦めないように、まあ続けるようにずっと頑張っていきたいんで。いけそうですか、決勝トーナメントは。いけると思います。まあ自信持って責任持っていい準備して精一杯頑張って。からおよそ420キロ、フランス第二の都市リヨンは古くから商業都市として栄え、絹の町としても有名。舞台となるゲルランはフランス最古の競技場の一つ。著名な建築家トニー・ガルニエ設計によるもので、文化的歴史的価値が高く評価されています。6月の気温は 17.9 度と低く、平均気温30度を超すジャマイカの選手にとっては寒そうだ。ということで第3戦は6月26日リヨンで行われるジャマイカ戦ということなんですが、高橋さん、リヨン料理を今度は、はい、もうリヨンといったらもう何といってもこうトリュフとブレスの鳥が有名ですから、もう国のこう検定を受けた鳥が結構こう観察付きでいいのがありますから、これとやっぱりジャガイモとの相性、はい、ブレスさんの鳥そうですというのが有名なんです。リヨンって美食の都とも言われているぐらい。リヨンはもう本当にこう周辺にいろんなこう美食の産地がいっぱいありますから、例えばローヌ川とソーヌ川の間に挟まれた町ですから、非常にその魚介類も美味しい町なんですけども、ブレスの鳥もすごく有名なんです。はい、じゃあ日本のねサポーターもぜひ召し上がっていただきたいなと。食ってる余裕あるかなって。大江さんはどうです。いや、これはかなりコクがあって、なんかこれで結構仲良くなりそうですね。そうですね、トリは本当にこう、なんて言いますかね、気を高めるっていう部分でもありますので、すごくこう、いっぱい食べて頑張ってほしいと思います。はい、そして今回のお酒なんですが、ジャマイカってワインはあまり効かないですね。そうですよね、ジャマイカワインあんまり聞いたことないですね。 そこで今回はね、ジャマイカのラム酒、これ飲みやすいです。これも飲みやすい。これ飲み干せます。あ、飲み干してくる。じゃあ皆さん飲み干していただきまして、ジャマイカとはこんなチームです。飲み干して。北中米カリブ地区3位で予選通過、もちろん初出場。
喜びのあまり代表決定の翌日、突然首相が今日は祝日にすると宣言した。レゲエボーイズのニックネームを持つチームは、ボールを持ったらまず蹴るのだ、そして走る、実に分かりやすいサッカーである。チームの大黒柱はイングランドでプレーするフォワードバートン。予選の途中から参加して5試合中4連続得点を挙げ、母国を代表の座に持ち上げた。身体能力抜群の選手たちに走られたら日本は止められるか。この走って蹴るだけのアマチュアチームにプロとしての精神と戦術を吹き込んだのはブラジル人のシモエス監督である。彼は3年でジャマイカをワールドカップに送り込んだのである。監督の力は偉大なり。宇治木さん、なんかジャマイカには勝てるんじゃないかなって巷では言われていますけれども、勝てるんじゃないかな、勝たないと、はい、じゃあ宇治木さんの考える、何がレゲエボーチャラ臭いって忘れちゃいませんほら、うちらいたんだから、もうありがとう持たせっつうのということですね。私はちょっとですね、もう皆さんとちょっと変えて、はい、ジャマイカレゲエボーイズ舐めてると思います、日本のこと、ね、日本人を舐めてると思う。だからこんなに日本人も外人顔がいるんだぞっていうことで、ね、はい、各来に一人ずつ外人顔を置いてですね、まず俺はもうこれドレッドに戻すのが絶対条件、はい、で、一平もですね、かつてドレッドにしてたことがある。これドレッド戻す、スパゲティみたいなね、頭ね、そうですね。で、あとはまあ醤油、ちょっと醤油顔が揃ってたんですけどこれがちゃんと、そしてですね、ラモス、これは驚くよ、松木さんに続いてラモス、いきなり出てきてジャマイカの人びっくりしますからね、そしてですね、ゾン、ゾンはやっぱりね、なんとかです、復活してほしいです ね、ちょっとお猿顔なんですがそしてなんとフォワード2人はみんな気がついてない、長島とロペス、これ、ね、うん、顔がね、実はね、結構似てるんですよ、うん、で、ロペスちょっと前髪を長くしてですね、うん、長島少し痩せて、二人ひげ生やすと、ウリ双子ツートップ分かんない、分かんない、しかも外人顔ということで、このジャマイカのディフェンダーを撹乱しようという分散しようですね、でね、もうここにあと小倉が出てくれば、うん、言うことないじゃないか、国際感覚バッチリと本当ですね、金子さんも先ほど名前上がってらっしゃいましたけど、ね、小倉はね、本当にね、なんとかですね、戻ってほしいですよ、うん、金子さんだったらジャマイカ戦は、うん、宇治木さんのような布陣でよろしいでしょうか。するわけないじゃないかあれ、長島いいんだよ、うん、この選手をぜひジャマイカ戦有効じゃないかっていう、うん、まあ、この長島さんに象徴されてると思うんですけれども、うん、J リーグで結果を出している選手にはチャンスを与えてもらいたいですね、うん、でないと何のための J リーグか分からなくなってしまう、うん、本当その通りだと思います、はい、さあ、それでですね、各試合の勝敗表を皆さんにあらかじめ予想していただいて、こちらにお書きいただきました、ご覧いただけますでしょうか。こういうふうに見てみますと、やはり、あ、宇治木さんがもう花丸ジュースですか、うん、アルゼンチン戦とクロアチア戦が非常に厳しい戦いじゃないかという、松木さん、おおむね皆さんそうですね。そうですね、で僕の場合はね、もう全部引き分けで、ポイントからすると1勝1分け1敗という、そういう感覚のポイントなんですね。全てこれ、引き分け計算ということになった、ね、我々だけね、こうやって予想しててもしょうがないですからねそれで、その他の専門家の皆さんの予想はどうなってますでしょうか、はい、ご覧ください。僕は 51% だと思います。ただやっぱり、その 1% はですね、93年のドーハで夢にあって、この4年間で成長してきた日本サッカー界というのは相当なエネルギー貯めているというふうに思いますので、僕はグループでも十分予選突破は可能だと思いますし、限りなく大きな 1% だと思って信じています。五分五分でしょう、はい、まあ、相手は、まあ、日本よりか実力が上だと言われているチームですからね。でも日本の力を、まあ、100% 近く、ね、出していけばいい結果が生まれるんじゃないかなと思いますけどね。僕も 50% です。ただその最終予選長かったですけども、それを勝ち抜いた自信というのはもう胸に刻んで誇りに持っていいと思います。自分たちの力を発揮してどこまでやれるのか挑戦して勝つというのが僕は見たいです。確率的にはすごい低いと思いますね、まあ、30%、40%。 技術的にはね、速さとそれから正確さ、これをまあ、全部ね、上げていくことだと思うし、数少ないチャンスをね、いかに確実に決めるかってことがね、ポイントじゃないかと思います。奥寺さんはかなり辛口のパーセンテージでしたけども、あとのお三方は半々ぐらいでいけるんじゃないかみたいな声でしたけれどもね、まあ、秋田さんはやっぱり選手として非常にどうだろうと思ってらっしゃると思うんですが、決勝トーナメントへは、
パーセンテージとかは別に僕たちには関係ないんで、僕たちはやるだけなんで、たとえ 1% しかチャンスがなくても僕たちはもう全力でやるし、1% でも確率があれば勝てる確率、勝つことができるんでね、それを目指して難しい相手でも全力でやりたいと思います。うん、本当に少ない可能性から大逆転で出場権を獲得したんですもんね。いや、そうでもなかったと思うんですけどねやっぱり周りの、ね、方がそう言われてるからそう皆さん思うんであって、うん、別に僕たちはもう全然そういうふうに思ってなかったし、最後までいけると思ってましたから、うん、はい、はい、それではその他の選手の皆さんにも伺ってありますのでご覧ください。なんかワールドカップに出れて、ね、それで加熱しすぎてんじゃないかなと思うし、ここで一回冷静になってね、もう一回世界っていう、ね、壁をやっぱり日本は乗り切ってこれなかったんでね、そんな甘い大会じゃないと思うし、一勝し、ね、目指して、うん、戦っていくのが一番大事じゃないかなと。まあ、攻められることは間違いないし、自分をアピールしたいし、そして何よりその日本は初出場なんで、ワールドカップの舞台で国家と国家を歌えて、そして国旗がね掲揚される、これは本当に日本人として最高のことだと思うんでね、そしてそういう場にいたらもう自分のプレーを思い切ってできるようにしたいです。クロアチアとはやりたかったんで、サッカー自体もそうですけど、個人的なタレントがたくさんいるんで、ね、そういう選手を見てみたいし、一緒にゲームをしてそれを肌で感じたいっていうのもあって、どことやるにしてもやはり日本より強いっていうことは変わらないと思うし、そこに全ての力をぶつけていかなければならないんじゃないかなと思いますけどね。あとジャマイカはもう身体能力がすごいんじゃないかなと、オッティみたいな選手がいっぱいいるんじゃないですかね。はい、はい、たくさんのファクシミリをお送りいただきました。本当にありがとうございます。本当に時間がなくて申し訳ないんですが、2枚ご紹介させていただきます。広島県の青木さん、ありがとうございました。なすべきことは精神面の強化、出場をするからには初出場も優勝経験も関係ない、同じスタートラインに立っていると思う。そして決勝トーナメントへの可能性 30%、 決して 0% ではない、頑張ってということでありがとうございました。そしてもう一方、京都市の、家城香織さん、日本は攻めて攻めて攻めまくってください。そして秋田さんが相手のフォワードの鼻を折るくらいの守りを見せてください。そして日本が決勝トーナメントに行く確率は 0% ではない、とにかく頑張ってくださいということです。まあ、ディスツーターを止めるのは秋田さんしかいないと思います。頑張ってください。はい、皆さん本当にどうもありがとうございました。たくさん紹介できなくて本当にごめんなさい。それではこれまで世界を舞台に戦ってきたスポーツ選手の皆さんからも激励メッセージ届いています。あんまりプレッシャーないでしょ、選手も、うん、だから思い切ってやればあんまり深く考える必要ないじゃないですか。どうせ知らない人と戦うんだから、とにかくやりたいだけ蹴飛ばしてやってきてほしいなと、ね、それだけですね。僕も6月にそのルマイフランス行くでしょ。だからお互いにそういう意味でいい思いをしたいし、勝たなくちゃいけないとかっていうのは、思いっきり戦えば後から結果が来るような、そうやって頑張ってほしいね。初戦が一番大事だからね、とにかく集中して、そうすれば次の試合には自然と流れてね、持ってくもんだね。次のフランスの第1試合を全力集中、世界はそうじゃないと制覇できないね。周りの雰囲気にやっぱり負けないで、いくら世界のすごい選手であろうが、やっぱり相手は人間なんだから、私はそのいくらすごい選手でも自分のペースに巻き込もうとしますね。体に気をつけて怪我のないように、頑張ってください。応援してます。いろんなメッセージいただきました。本当にありがとうございました。それでは最後になりますが、ワールドカップに臨む代表にするジョーさん、一言。まあ、今個人種目をフォーミュラ1にしてもゴルフにしても予選落ちたら終わりっていう厳しさがあるんですね。だからワールドカップ予選勝ち抜いて宿題半分終わったから、やっぱり予選通過するっていうノルマをね、やっぱりここで作るべきと思うんですね。漠然と言って楽しむとか味わいたいとかね、そういう半分そのオリンピック代表がある程度失敗したものは繰り返してやってほしくないなという気持ちがあります、ね。はい、
松木さんは。そうですね、やっぱりあの相手チームのことも大事なんですけども、まず自分たちのチームをきちっとね、立てな、あ、しっかりとして、まあ、本大会行くという気持ちが大事だと思いますし、コンディション、そうですね、そのためには選手もフロントも全て一つになってですね、頑張ってもらいたいと思いますね。はい、ありがとうございます。それで酒井さん、今日本当にありがとうございました。日本代表に一言お願いします。もうスタミナのつく料理を食べて頑張ってほしいと思います。はい、はい、本当に今日おいしい、たくさんありがとうございました。そして秋田さん、はい、本当にもう2週間ぐらいでまた代表メンバー発表になりますけれども、そうですね、選ばれないとフランスに立てないんで、まずはそれを岡田監督に、よろしくお願いします。はい、本当にあのお怪我だけはなさらないで頑張ってください。本当今日はお忙しい中ありがとうございました。それでは本当にゲストの皆さん、どうもありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。この放送は大塚製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。